皆さん、牛久の情報インターネットで手作りに発信、なんだっけ、チャンミヤ TV ですていうか今日チャンヒデ TV です。お、来ましたね。はい、今日は、はい、あれなの、はい、話聞いてた。いや、そわそわしてんだけど下りが、ね、はい、というわけで始まりましたチャンヒデ TV のお時間でございます。はい、来ましたね。来ました、念願のあの、はい、なんかメイン MC 逆さまになってますか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。逆さまじゃないですね。はい、大丈夫大丈夫ですよね。逆さまに映ってないですよね。そうですよ、こちらはですよね。はい、今逆さまということをいただいたんですが、大丈夫です、無事放送できてますね。よろしくお願いします。チャンヒデです、よろしくお願いいたします。はいはい、そしてはい、書いてないの、はい、月曜日の、カッパツくんのマネージャーになりました、トミーです。よろしくお願いします。チャンミオどこ行ったの。そう、チャンミオは、チャンミオは、はいはいはい、チャンミオは、はいはい、じゃこれトミー、これ書いた。はいはい、はい、というわけでね、祝、はい、チャンヒデ TV、お、ヒデ、おめでとうございます。ありがとうございます。頑張りたいと思います。いや、でも放送遅くなってしまいましてですね。あ、そうだ、申し訳ございません、申し訳ございません。落ち着いてる感じがします。だいぶバタついております。難しいね、やってみるとね。いや、そう思うとね、あの方すごいですね。うん、すごいですよ。はい、やっぱもう、さすがね、慣れてらっしゃる。あ、もうすでに入ってます。え、コメントがもうさらに入ってますか。ジェトミ TV、 新しい。あ、歌舞伎堂さん、コメントありがとうしくでございます。はい、ジェトミ TV、 あ、新しいカメラの位置さえ、あ、後ろにいる方はまだ後で紹介するから気にしないでください。はい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 、はい、あ、でね、うんうん、はい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 、僕とくね、はい、エンジョイフェスティバル、おぉ、あの、あれ来たっけな、うんうん、あ、昨日か、昨日、牛久の運動公園で、おいおい、エンジョイフェスティバルというのがありまして、おぉ、今回は11種目ですね。11種目、はい、サッカー以外のスポーツだったんですけど、あのヘルシーバレーとか、うんうん、あとやソフトボールとか、あとグランドゴルフとか、それをすごい気になる、あの無料で、まあ、体験できる、うーん、あのイベントが予宿でありまして、その取材を僕がちょっと行ってきまして、うんうん、へー、なんかフェイスブックに上げてた時に、そう、ね、で僕はやる種目をやってみて、うんうん、ソフトボールで、うん、あのバッティングをやらせてもらいまして、ソフトボールだったんですけど、うんうんうん、なんと見事なレフト前ヒットをやった、で、動画が撮れましたのであれやらせの動画ではないですあの今編集しますので、あの後日自分自慢 VTR みたいなやつ、はいはい、いや、ちょ、あとフォークダンスもやってきました。フォークダンスもやるんだ。はい、あの僕聞くだけかと思いきや、はいはいはい、おいでおいでって言われて、うん、まあ、あの先輩方、女性の先輩方が、うん、はいはい、あのもう男性唯一誰もいないから、うん、入ってって言われまして、はい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 、5分ぐらい一緒にセッションしました。フォークダンス踊れた。踊れた、いや、さ、踊れたかどうかは見てください。ああ、そうですね、そうですね、そうですね、はい、はい、了解でございます。そして新しいレギュラーさんですか。今回ちょっと遊びに来させていただいた、はい、マサトを言います。マサトさんです、よろしくお願いします。今日はね、あのチャンミオいないんで、チャンミオまとめニュースがないので、そのチャンヒデまとめニュース、チャンヒデまとめニュースを代わりに、お、やってくれるんですか。お、待ってきました。もう早いっすね。チャンマサからね、あれ、何ですか。牛久のインフィニティウェーブさん、はい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 、11月の新作メニューをちょっといただいてきまして、はい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 、かつ、こう10日から17日まで、はい、チャンミオ TV 見たよで、はい、まあ、500円のワンドリンクをサービス、あら、もうマジですか。そうです、準備して、準備してきました。呪文も準備してます。マフーバチャンミオがね、もういないこといいことでこうウェブさんに協力をいただいて、はいはいはい、ぜひちょっと前にこういう、いやバリ風してあげる、超うまそうなんですけど、はい、これこのさ、6時前のこの夕食にこれこれさ、よだれが出ますね、これ、はい、ウェブさんはね、こういうね、はいはいはい、こういうね、ちょっとね、僕が食べちゃってるんですが、素敵なこういうおしゃれ、はい、おしゃれなお店でございます。ここで、スペアリブもいただいてください。はいはいはい、プラスのアンドリー、いただいちゃっていいですか。そうです、
今やっちゃうの？手でいいですか？手でどうぞ。いただきます。スライブ。いや、もう持った瞬間柔らかいよ。スライブって豚で。全然しんない。ただの常連なんで。すげーうまいです。バリ島の甘口醤油で味付けしてるんです。バリ島、バリ島ですか？そう。ナミオ残念。残念すぎます。こんなに美味しいの食べれないの。でもいろいろいいですか？いいですよ。さすが食べない、味見しないと。年次第の高い僕に。大丈夫です。いただきます。大丈夫だと思います。一週間なんでね、ワンドリンクサービスが。うまいよね。肉ね、めちゃめちゃ柔らかいです。あ、豚ですね。しっかり漬け込んでから、味を焼いてるらしいんで、香ばしいし、あー、ちょいいな。うまやばい、一口でやめといたら名刺かよ。ずるい、ずるい、その中で。前、あのね、あの、サミオさんは持っていきますから。サミオいない隙を狙っていっぱい食べようという作戦でした。いいですか？いいですよ、今日だけ。じゃあ、食べよう。食べてください。なんかウェーブの、ウェーブさんで、はい、ありがとう。ウェーブさん11月から新メニューを4品ほど出してまして、4品、バリブスペアリブと、はい、バリブスペアリブ、お客さんの要望が多かった唐揚げをちょっと始めたらしいので、へぇ、今までなかった、今までなかった、で揚げ物で唐揚げをやってるらしい。ほうほう。あと和風キノコスパゲッティをやってる。あと生ハムピザを始めました。おお、あの、あれですか？こちらないですか？ピザ版？ピザ版のやつ。ピザ版ではね、でもないけど、忙しくてね、そういうイベント出れないんだよっていうのが悩みです。そう、はい、で11月はね、はい、ナスとキノコの秋パスタ、ね、みぞれのパスタやってるんで、これ美味しいんで、はいはいはい、1000回食べてほしい。食べたいです。食べながら、もう、あ、チャンミア TV 見たよってワンドリンクね。まずいつまで？17日まで、うん、皆さんチャンスです。チャンスです、これ食べて勝ち取ってきたよ、みんなのために。さすが、あざっす、あざっす、ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。止まらない、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 そろそろ先進めないとね。そうそうそう、ありがとうございます。ぜひぜひね、インフィニティウェブさん、皆さん行ってみてください。よろしくお願いいたします。というわけで、牛乳に行く前にですね、いつもの提供を流したいと思います。はい、提供いきます。はい、チャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお送りしております。はいはい、てなわけでって言って変わってないな。こっちかな、これか、これですが、ちょっと画面が小さいですね。はい、少々お待ちを、少々お待ちを、少々お待ちを。テクニックが少々、さすがヒデさん。はい、入った、入った、はい、どんどんどん、はい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 。ってなわけでですね、牛に行ってみたいと思います。入った、うん、あ、コメント来てますか？コメント、じゃコメントですね、はいはい、太陽さん、おかえりなさい、おかえりなさい、チャンヒデ TV、 イエーイ、チャンヒデ TV 頑張ってますけど、ドッキドキですけどね。ヒデちゃん、トミお疲れ、タカちゃんですね、はいはいはい、おかえりなさい。今日はヒデトミ TV か、はいはい、そうです、ヒデトミ TV、 なんかね、絵的にちょっとなんか派手さがない気がする。まあね、それでピンク着てるんだけど。そういうこと、そういうことですよ、もちろん。せめてもの派手さ、なるほど、ね、このピンク感どうですか、皆さん。サブキンドさん、ヒデちゃん、トミお疲れ、今日はヒデトミ TV か、はいはい、そうです、ひょうたん、ひょうたんげ出てるよ。なに、ひょうたんげ、ひょうたん削ってるよ、ひょうたん削ってるよ、はいはいはい、ありがとうございます。チャンミオさんは、チャンミオさんですか？チャンミオさん、僕どうですか、秋休み、ですかね、はい、遅めの夏休みじゃないですか、そうです、そうです、そうです、情報も入ってます、はい、両方です。アメリカさんが、はい、マサトさん、ビギンのではないですね。これね、よく言われるんですけど、沖縄系の血は一切混じってないです。でもどう見てもね、そうなんですね。どう見てもね、そうですね、はいはいはい。ミカルさんが唐揚げは出ますね、にしてもうまそう、知ってるで、あ、
ぜひ食べに来てほしい。牛久ね、頑張ってる飲食店いっぱいあるから、うん、ね。皆さん、ね、外食はね、ぜひ、うん、ぜひぜひ、ウェーブ、皆さん行ってみてください。めちゃくちゃうまいから、ピザもね、うまいですよね。そうそうそう、うん、行ってみてください。よろしくお願いします、はい、なわけでね、最初のニュース読んでみたいと思いますが、はい、ね、産経新聞さんからです、ね、地域ブランド最下位、茨城県、うん、その後ね、てん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 、知事、住みやすいのにとご立腹。おう、民間の調査会社、まあ、皆さん知ってますよね、うん、調査会社ブランド総合研究所東京都港区が発表した地域ブランド、うん、調査2014で茨城県の魅力度は47都道府県中47位だったと。イエスイエスですよね。でこれが2年連続5度目イエスイエスなのかな、ぶっちぎってますね。で、いわば指定席に落ち着いている橋本勝知事は10月23日のね、経歴者会見の時に魅力度よりも住みやすさの方が大切だと強調するが、うんうん、知事の言葉は単なる負け惜しみか、それとも茨城県は本当に住みやすいのかというね、はいはい、がありまして、まあね、住みやすいよね、うん、でね、でその時の記者からの2年連続最下位の感想を聞かれた橋本知事は、魅力度というがこの調査はね、観光魅力度になっている、一点豪華主義でいつでも日本中に知られているようなものがあると、そこがグッと魅力度が上がると、そういう調査方法に疑問を呈したわけです。その上で茨城県はトータル的に県民が住んでよかったという県を目指している、住みよさランキングの方が大事だと反応したと。おお、はい、なるほど、やるね知事。知事やるでしょ。で橋本知事はこの東洋経済新報社、新報社が今年6月に発表した全国の市を対象とした住みよさランキング2014で上位100位以内に茨城県内の自治体が7市入っていることや、それあたりの県民所得が6位であることなどを指摘したと。で魅力度調査にそんなにこだわる必要はないと述べた。でね、気になったからね、調べてきましたよ、住みよさランキング。はい、でね、ぶちぎりのドン、数えた。あ、僕たち邪魔かな、出てきすんだろうね。大丈夫よ、分かってるよ俺。お、さすが。はい、こうですよ。はい、はいはい。でね、そういうこと。で、ちょっと細かくて見にくいかもしれないんですけど、まあ、20位、全国のね、これはね、総合評価、はい、全国ですね、はい、のランキングでね、はい、ね、守谷がね、5位に入ってる。全国だよ、住みよさランキング47都道府県。そうそうそう、市だよ、市だからもっと多いんですよ。俺そうで、さらに14位に筑波があるお、素晴らしいですね。で、43位に中市も入る。中、あ、そうなの。そうなんですよ、最下位だけど住みよさでこんなに入ってるわけですよ。で、さらに住みよさのランキング、地域ブロック、はい、地域の方、湘南、違う、関東のねやつですと、ドン、はい、これちょっと見にくいかな、まあ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 見えないけど、まあいいかな、はい。で、まあ読みますね、はい、ですね、これがですね、これもすごいの、はい、関東でのブロックだと2位守谷、3位筑波、え、3位が筑波で、関東で、5位中で、7位、8位が神栖見届きたもんだ。おお、そうそう、出てきないか、あの文字がで、はい、15位が土浦、はい、近づいてきたけどね。その隣がね、16位が鹿島なんだよね。離れちゃった、ちょっと残念なんですけどね。うはね、これからこれからでしょ、これからだって、そのために頑張ってるんだもん。そうですよ、そうですよ。牛久はね、残念な入ってなかったんですけど、はい、こんだけ入ってるの、はい、20位の中に。すごいよ、しかも逗子がね、神奈川の海が11位なの、はいはい、水戸とかの方が全然上なの、はいはい、8位、神栖も7位。すごくないですか。これ見ると、僕が出身東京なんですけど、うんうん、東京のその字もないですよ。ナイス、武蔵野が入ってる。あの武蔵野ぐらいで、那須高原すら17位なんで、全部茨城って上です。おー、本当にね、すごくないですか。牛久はね、はい、遠い、そうです、はい、ぜひぜひ、みんなで頑張りましょう。はい、というわけで、ね、次のニュース行ってみたいと思います。次はですね、あ、そうそう、で、なんでこの記事選んだかっていうとね、はい、今日ほら、出演してない方が、ほら、あ、この方これが産経新聞に載ってたんですよ。あ、今日ちょっと秋休みの方、秋休みの方載ってたんで、それも面白いから。元気ですか、じゃあ皆さん元気ですか。はい、というわけでね、次の記事行ってみたいと思います。来ますか、コメント、ね、はいはい、たかちゃん、はいはい、明日は何 TV になるんだろう、まあ、いや、チャミオ TV ですよね。チャミオ TV はチャミオ TV ですよ、ジャック中です。ヒデとトミー、マサトでジャック中です、ね、はい。カブキンドウさん、名字ヒガさんだとバカリマサトさん。まあそこ長、そこで長くなるよね、時間がね、なら次行ってみたいと思います、はいはいはい、11月
のブックスタート、はい、写真を出しますかね、はい、写真はですねブックスタートどこだないですねあ、まあ読みます記事読みますとりあえずですねブックスタート、ブックスタートは赤ちゃんと保護者に絵本を開く楽しい体験と一緒に絵本を 手渡しし心触れ合うひとときを持つきっかけを作る活動です。牛久市のブックスタートは保健センターボランティア図書館の連携により地域での子育て支援を目指していますというわけです。でブックスタートの対象と実施場所は以下の通りです。対象3から4ヶ月の検診受診者で対象者には事前に保健センターからお知らせがあります。場所は保健センターで11月の5日の水曜日終わってしまったんですが11月の11日の火曜日明日ですね明日あるのでぜひ行ける方は行ってみてください。写真がね出したいんだけどね持ってきたんですが、どうしても見当たらないのではいなのでぜひ行ってみてください。あ、大丈夫です、ブックスタートではですね、うん、ブックスタートパックをお渡ししています、うん、中身の絵本は年度によって異なります。でこのページに関するお問い合わせは中央図書館に連絡してみてください。はい、電話番号はですね 029-871-1400 です、うん、はい、写真見したかったんだよな。あったあったありました、これです。お、はい、かわいいでしょ。すごいね。うん、手作り感が出てる。手作り感出てる。うん、子供をね見るの絶対いいですよね、うん、子供の頃から絵本好きになってお母さんの声も好きになると思うんです。その懐かしくなるから読んでもらって優しい、うん、あの絵本とか読むとお母さんの声も好きになってお母さんに対する愛着もねすごくなるんじゃないかなと僕は思ってます。はい、はい、てなわけで次の記事行ってみたいと思います。はい、第5回牛久菊祭り観光協会でですね、今月1日から開催されていた、ドン、はい、菊祭りなんですけども、はい、第5回牛久菊祭りですね、もう今日10日の月曜日で終了です。はい、この時期にピークが来るように育てられた菊たちも最後の力を振り絞って凛と咲いています。だそうです。行ったとみ行ってない行けてないそうだよね。ほら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 綺麗でしょ。ほい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 、こうだったりね、はい、こうなったり、こうなっております。そうなったりしてますんで皆さん、まあ、でも今日までだもんね、行ったかな、まあ、どうなんですか、来年ぜひぜひ、名前も付けられたりね、みたいなんでぜひぜひ皆さん、来年行ってみてください。はい、てなわけで次、小中学校からのお便り、はい、行ってみたと思います。駆け足にしないとダメだね。そうね、あ、そっか、そう、はい、なんでコメントもね、そう言ってね、うっそ、ほんと、高ちゃん、ありがとうございます。ちゃんみお、遅めの夏休み、秋休みか、だって。そう、そうそうそう、そうだよね。歌舞伎堂さんは、粛清は住みにくいよって、そう、で、カズちゃんが今から見に行くってありがとう、ありがとう、OK、 はい、歌舞伎堂さんが橋の下に落ちてた本が好きでした。あれ、図書館ではさりげないやつですかね。はい、まったりしてるねこっちすごい焦ってるんですよね。焦ってるね。はい、いきますね。はい、小学校の便り。あ、いえいえいえ、はい、ですね、今日月曜日だったので11月7日の記事、はい、向こう大小学校ですね。はい、ですね、5年生が稲の脱穀を行いました。トミー一本を選んできたんだけどね、この機会もそうでございますよ。小学校すごいね。そう、5年生が6当時の総合的な学習の時間に9月5日に収穫した稲の脱穀を行いました。沈み脱穀機を使って稲からもみを取り出すという初めての作業でしたが、はい、みんなで協力して時間内に全て終えることができました。今日取り出したもみは炊く前に精米して家庭科の時間に食べる予定です。ストレートの皆さんお疲れ様でしたね。脱穀してますよ、すごいね。なかなか脱穀なかなか体験できないできないよね。この道具やっぱ農家さんが持ってたんだそうだろうね。は確か飾ってあるんですよね。あ、そうなんだ。農機具に飾ってある。へー、 OK、 なら次の小学校行ってみたいと思います。はい、はい、どうどう。次はですね、日立の宿小学校でございます。そう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 、ですね、11月の4日土曜のカッパ塾の様子です。はい、放課後にねやってるカッパ塾ですね。この今日の土曜カッパ塾は料理と歴史カルタの講座がありました。うん、料理の講座では手作りピッツァを作りました。うん、ピッツァの台まで粉をこねて手作りしていました。出来上がるのが楽しみです。歴史カルタの講座ではカルタでしるしくチャレンジ問題に挑戦してからカルタ取りのゲームをしましたと、とってもとっても楽しそうでした、うん、と、うん、
いいっすね。ピッツァやっぱり、やっぱ牛久といえば来てますね。来てますね。来てます。ピザ。はい。というわけで、最後になります。奥野小学校です。はい。じゃじゃん。はい。これはね、今日の記事ですね。11月10日。いい歯の日、牛久食材。米、キャベツ、人参、大根、ネギ、ごぼう、豆腐、今日の給食はご飯、牛乳、イカのケチャップ和え、こんにゃくサラダ、きのこ、けんちん汁、アーモンド、春です。11月8日はいい歯の日だった。知ってた日でしたってなっちゃったけど今日はいい歯の日にちなんで、よく噛んで食べる食材をたくさん使ったメニューでした。うまそう。もうお腹減ったはい、ビラヒブから始まってる。そうそう、メインディッシュから始まる。あまり食べれないのね。そうね。そうなの、分かった。こういった、うん、やっぱ牛久の給食いいなというのは、その牛久さんにこだわってるあたりがね、そうすごいよね。本当牛久の食べたものを、食べて育ったもので育つって仲いいよね。いい、おかえりなさーい。おかえりなさーい。はーい。じゃなけで牛乳でした。はい。では行きますか。牛天行きますか。お、いいですか。今日もいいですよ。今日会議じゃない。今日会議じゃない。いる、どうかな行ってみようかな。はい、邪魔すかね。はい、火星人だよ。どうですか、生火星人は。生です。はい、今日はヒデトミ TV ですか。そうです、そうです。新しいですね。よろしくです。よろしくです。はい、ですね、はい、明日の天気なんですが、これには曇りって書いてあるんですが、はい、12時からちょっと弱い雨が降ります。はい、あれ雨降るんですね。降る予定です。はい、こっちだとゼロですけどね、すいません。そうですね、こっちゼロになってるんですけど、はい、6時ぐらいには止む予定です。はい、なるほどね。最高気温は13度、13度、13度。最低気温は10度です。寒いですね。もうあれだね、寒いんだよ。まあざっくり言ったけど寒いんだね。寒暖の差がさ、2週間ぐらい前あったじゃない。最高気温と最低気温が変わってきたんだ。冬だね。冬だね。冬です。それ言いたかった。長く喋ったけど冬だねってこと言いたかった。そうそう、はい、よかったです。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、ではでは、ウキウキハッピー。はいはい、ウキハッピー。ではいい。はい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 お付き合い、お付き合いしていい、はい、ぜひいただいて、はい、はい、コメントが届いておりまして、はいはい、お、人気ですね。歌舞伎堂さん、はい、火星人ちゃんだって、ね、今日は火星人だ、はい、ちゃんということで、はいはい、なるほど。なんだろう、このファンがいらっしゃる。嬉しいですけど ね、僕たち頑張ってる割には普通なのかな見てる方は。まあ、いいんじゃないですか。いいか。で、トミーどうする。牛乳じゃない、ミュージック行く前に、はいはい、トミーの、あ、いいですか、の方が多分いいと思うので。ね、まあ、その先ほどの下りで、その、なんだ、茨城の魅力とかどうのこうのとか、はい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 、牛久のうの字もないんじゃないかとかありますが、そんなことはないんですよ。実は僕、チャミオ TV のつながりで、牛久の農家さんにいろいろ話を聞いてるうちに、あ、これ一回こうみんなでこうバスツアー組んで、なんか遊びに行きたいなと思ったところ、企画しちゃいまして。で、今回これ、はい、チャミオ TV とファミリースポーツ協議会の合同のイベントとなってます。はい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 。で、それの CM をですね、作らせていただきまして。コミが手作りですか。そう。でね、ちょっとナレーションは、練習不足なんですけども、はい、内容は実現しておりますので、はい、では CM、 はい、 CM、 はい、 CM 行きたいと思います、はい、20秒ぐらいですか。はい、もうちょっとある。あ、はい、行ってみたいと思います、はいはい、どうぞ。茨城アグリ巡り in 牛久、ご当地キャスターチャンミオと親子で巡る茨城の魅力、参加親子大募集中です。日時は2014年11月24日月曜日祝日です。まずはじめに巡る場所は
沢田製茶園さんです。お茶、落花生畑の見学、落花生の試食会を行います。その後、落花生さんに移動し、自家製栽培した牛久さんのそばをご家族でご堪能ください。ランチ後は牛久グリーンファームさんの大根畑へ移動します。親子で力を合わせて大根掘り、美味しい大根をゲットしてくださいね。そして最後は長沼りんご園さんへ移動します。東京から一番近いりんご園、除草剤を一切使わず、長沼さんが一生懸命育てた美味しいりんごをぜひご家族でお召し上がりください。11月24日当日、自家用車の方は9時半に国道6号沿い牛久市田宮町54にあります布団の斉藤さんの駐車場へお集まりください。目印はチャンミオ TV の上りとなっております。お間違いのないようよろしくお願いいたします。電車の方は10時に牛久駅東口ロータリーへお集まりください。服装は収穫体験をするので汚れても良い服装と軍手をご持参ください。対象は中学生以下のお子さんと保護者の方です。参加費は無料です。別途ランチ代がかかります。定員は20名。ご覧の要項をご記入の上お申し込みください。皆さんのお申し込みお待ちしております。茨城、はい、戻ってまいりました。はいはいはい、当日は僕と、もちろん、チャミオと2人とプラス何人か乗せてスライクルーで思うんですけど、まあでも本当今回は農水省の助成金を活用してやるので、まあ、参加費は無料で、はいはい、ランチ代だけかかるだけなので、ぜひあの先着20名なので、今日コンポ初公開です。皆さんチェックでございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お待ちしております。はい、なら、はい、早速もうミュージックいっちゃっていいですか。行きましょう。ミュージックで今回はですね、はいはい、昨日 GJP プロレス、はい、ずっといるよね。触れなくてごめんね。大丈夫、マスコットみたいになってるけど、ごめんね。で GJP プロレス、ゴジャペプロレスですね、はい、見てきました、はい、それで本当はね、曲も流そうと思ったんだけど、まあ、時間の関係があるので、ですね、インタビュー、あの動画撮れなかったんですよ、今回は NG でだったので、ゴジャペプロレスの代表の吉田光弘選手と、うん、あとその対抗戦やってて、うん、フリーダムズというね、団体の佐々木隆さん、うん、のね、ロングインタビュー取れたんで、はい、チャンミオティに対しても吉田さんがあの意見物申してるのでね、今日の本人、ね、今日の日にはいいと思います。はい、はい、画面見てびっくりです。では、はい、インタビュー、ミュージックじゃないけど、はい、行ってみたと思います。ポチッとな、はい、試合を終えたばかりの吉田選手にインタビューしてみたいと思います。今日はですね、はい、フリーダムズとの団体戦、うん、どうでしたか。まあね、あっちも若手だしね、ちょっと佐々木隆に突っかかりまくって言ったら佐々木隆に、うん、捕まったみたいな。ちょっと焦げちまったなっていうか、やっぱね、あっちもデスマッチのチャンピオンで超名前売れてるスターですからね、それと触れるっていうのはやっぱりまあいい経験になったんですけど、だけどこれが本当にさっきも言った通り終わりじゃなくて始まりで、いつかまあ佐々木隆とシングルマッチやりたいし、うん、まあ、デスマッチは本当できないかもしれないけど、もうシングルでやったってもう すごい、すげえ選手なんで、佐々木隆とシングルマッチやるまでフリーダムス、美味しいところ前菜みたいな、フリーダムス美味しい前菜みたいな感じでもうとことん追いかけてやろうかなと。あともう一人源太郎っていう選手ともやりたいし、それぐらいじゃないですか、うん、今やりたい選手佐々木隆と源太郎、うんうん、まああとはさっきもぶち上げちゃったけど、2015年に7月の26日、うん、今年ちょっと叶えられなかった夢として、また藤波さんとの約束があるからね、うん、藤波さんがまだうちのことをめちゃんこプロレスって間違ってるからね、それをまずゴジャップですって言えて、常連になっていただけるように藤波さんとまた試合やりたいし、またカピオで大きい大会、うん、選手生命かけるくらいの気持ちでやりたいですね。2015年、もう多分俺何年だろう、試合やって何年だか分かんないけど、結構もう10年近くやってんだよね。だからもうそれまだ、まあ、プロレスラーとしては10年だとまだひよこなんだけど、うん、密が濃いからね、俺やってることはもう体もボロボロだし、うん、あとはほら11月の後半25日から AWF 行くから、 AWF のチャンピオンシップ決まったんで、あっちのベルト取って、
12月8日の新木場に披露できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい、ではですね、チャンミュー TV 見ている方へのメッセージ、はい、なんていただけたら。それ一番難しいじゃん。なんでチャンミーは来ないですか。チャンミーオン TV じゃん。確かに確かに。アラヒデ TV にしちゃえ。チャンヒデ TV で。ダメだよ、来ない。アドバイスいただきました。もう来ないの。代表来ないと、俺たちも命張ってリングで戦ってんだから、代表来いって。俺らと対抗戦やろうって。GJP 対チャンミーオンテレビのね。やろうって言っといて。OK。OK。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。試合をばかりの佐々木隆さんに、インタビューしてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今日ゴジャッププロレス対抗戦でしたが、はい、どうでしたか。私、牛田村さん、プロレスフリーダムズという団体と佐々木隆と申します。まあ、今日ゴジャッペ、ね、茨城のプロレス団体ゴジャッププロレスの対抗戦だったんですけども、まあ勝敗で言えばね、まさかの0勝2敗1分け1個も勝てずに終わってしまったんで、まあ正直舐めてたつもりはないんですけども、まあ、正直うちもフルメンバーを揃えないで、まあ、どっちかというと若手中心で挑んだんで、まあ、それでも まさかの一つも勝てないという結果で終わってしまったので、まあ、ね、試合後吉田もちょっとこれが第一歩だ、第二弾第三弾やろうじゃねえかという言葉があったんで、まあこっちからすれば負けて終われるわけがねえぞということで、まあそれはもうもちろん願ったり叶ったりでやらせてもらおうと思います。まあ次12月来月に東京で大会があるそうなので、まあそこはもう出れるだけみんな総出で行って、もうちょっとフリーダムさんちょっと勘弁してくださいよと、吉田人がひれ伏すぐらいまで叩きのめしちゃいたいと思います。ありがとうございます。でですね、あの牛久の番組チャンミュー TV なので、このチャンミュー TV 見てる牛久の皆さんにメッセージなどありましたら、はい、よろしくお願いします。そうですね、牛久の皆さんね、そうですね、牛久でもしかしたら僕はプロレスやるの初めてだったかもしれないですよね。もしかしたら過去にあったかもしれないですけど、正直ちょっと覚えてなくて、この会場も多分初めてだと思うんですよ。で今日初めて牛久で試合をして、牛久という街が好きになってしまったので、これはゴジャッペに殴り込むのはもちろんですけど、今度はこの私の団体フリーダムズとしてまたこの牛久に帰ってきたいなと思ってますので、その時はぜひ牛久の皆さん応援に来てください。その時は申し訳ないですけども、茨城の吉田をぶっ潰します。はい、吉田はまあ茨城ね、ヒーローをぶってるかもしれないですけども、まあ、ハートが悪いっても評判ですから、そんな吉田ですね、ね、私が地元茨城でぶっ潰してありますから、ぜひ吉田にひどい目にあったっていう皆さんはぜひ僕の応援に来てください。よろしくお願いします。はい、戻ってまいりました。はい、プロレス番組になってますね。ウシクじゃなく、はい、チャンヒデ TV になってます。そうそう、でもね、ウシク好きになってくれたって、はい、佐々木さんがね、はいはいはい、でまたウシクで再会したいって言ってるので、ぜひぜひ皆さん、あのね、大注目です。フリーダムズ&ゴジャッププロレスのこの放送2のバトルは、ね、ぜひぜひね、皆さん遊びに行きましょう。この前ね、シンジさんもいました。たった本当におー、そう、そう、好きみたいですよ。あのゴジャッペを機にまた熱がこう燃えてきたんです。プロレス熱が出てきたって言ってましたんで、牛久の皆さんぜひぜひ、また牛久の公演されてたんで、プロレスありましたらぜひぜひみんなで行きましょう。よろしくお願いします。はい、というわけでミュージックというよりプロレスコーナーになってましたが、はい、というわけでですね、次のコーナー、はい、ゲストさん行く前にですね、 CM 見てみて、あ、 CM 流したいと思います。どうぞ。
さ新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。去年も一人で誰にも知れずに一番後ろで見てました。あの歌も一度聴きたくて私のために作ってくれたと今も信じてる。あの歌をあなたと初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた安いギターをいたわるように。いつかあなたのポケットにあったあの店の待ち箱ひとつ今でも時々取り出してひとつつけてはすぐに消します。あなたの香りがしないうちに雨が降る日は近くの駅まで一つの傘の中帰り道。そして二人で口ずさんだあの歌はもう歌わないのですか。私にとっては思い出なのに。イエーイ、ありがとうございました。いきなり歌で登場ですね。はい、渋いでございます。渋いです、渋いです。ドキドキでしたね。はい、いやいや、素敵な登場でしたよ。ありがとうございます。今日はですね、弾き語りでいいんですか？弾き語り、そうですね。今回の弾き語りの前、はい、増田達也さんにお越しいただきました。通称、たっちゃんですね。そうです。はい。たっちゃんって言いました？たっちゃん、ちゃんにしてください。たっちゃんで、たっちゃんで、たっちゃんよろしくお願いします。たっちゃんで踏んじゃって大丈夫ですか？僕です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今歌っていただいた曲は、ですね、風、風っていうあのフォークデュオが昔あったんですけど、その人たちの曲で、あの歌はもう歌わないのですかっていう曲でした。はい。あ、題名なんですか？そうなんです。はい。さすがにあの僕も知らないです。風という。多分今ね番組ご覧の皆様の中にはドンピシャの方もたくさんいらっしゃるんですが、はい、どうですか、コメントお待ちしてます。貴重な、じゃあ貴重な、いや素敵な歌でしたね。伊勢正三さんっていう方が作った歌なんですけど、はい、まあ代表的なのは22歳の別れとか、あの名残行くとか、あ、はいはいはい、そういった方の、楽曲になります。はい、そうだったんですね。突然このパターン初めてなんですよ。チャミオがいないときに初めていろいろやりすぎなんですよ今日。今日なんか ずっと誰かいたし。なんか歌うのも初めてなんですよ。歌の初めてですね。弾き語りここでやるのって初です。はい、ありがとうございます。このブースがとっても弾き語りサイズで。確かに。ありかもしれないですね。そうですね。はい。多少ゴンゴン言ってましたけどね。でなわけで。いつも2人じゃないですか、いらっしゃる時、ね、はい、なので、たっちゃんのですね、はい、音楽始めたきっかけとかちょっとルーツとかに、ね、迫ってみたいと思うんですけども、
音楽始めたきっかけって何ですか？まさにですね、うん、今歌った、はい、曲の作者で伊勢正蔵さんなんですけども、はい、ある時中学生の頃だったと思うんですけど、うんうん、ラジオ聴いてたら、うん、海岸通りっていう彼の曲がありまして、はい、それが突然流れてきたんですね、はい、で、まあ、後で機会があったら聴いていただきたいんですけども、うん、とってもイントロのアコースティックギターの美しい曲で、はい、それでこれを俺が自分で弾きたいってその時に思っちゃったんですね。へえ、ね、その時は何も楽器もやってなかった。やってなくて、はい、へもともとラッパ吹きだったんですけど。こっちですか？そうなんです、ね、そうなんです、ね、ラッパ吹きっても嘘つくわけじゃないですよちゃんと、トランペットトランペット、あ、そうなん、音楽はやってたんですか？はい、で、まあ、その曲を聴いて、うん、そこから、まあ、22歳の別れとか名残雪とか、うん、さまざまな名曲があるっていうのを知って、はい、でたまたまその中学校のですね、音楽室にクラシックギターとかいっぱいあったんですよ、はいはいはい、でそれでそれをこうポロンポロンとつまずき、つまずきじゃなくてつま弾きながらですね、ちょっとずつ覚えてったっていう感じなんですけど、だからもう芸歴はかれこれ37、8年そのくらいですかね。37、8年ですか。はい、一向に上達しませんか。いや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 、すごいですね。だから37、8年やってるってことなんですけども、ね、長い間音楽やってるじゃないですか、はい、なんか変化とかってあります？いやどうなんですかね。多分ギターが上手くなったとか、うん、そういうのはないんですけど、ただ一生懸命やってるんで、うんうん、なんかそれにこう何かを感じてくれる方が時々いらっしゃいまして、うんうんうん、こんな拙い歌で泣いてくれる人とかいるんです。いや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 、うん、感動を呼ぶってことはもう 心の叫びがこう伝わってるってことですから、はい、でまあ、それでまた新たに力もらってね、まあ、ずっと長いこと続けてるということなんですけども、はい、人が反応してくれて、 そうですね、はい、それがあるからこそずっとこう、やめれないみたいな。そうですね、うん、まあ、要はそもそもこう下手の横好き出たがり親父っていうのはあるんですけどもね、はい、いや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 、なんで、まあ、その自分なりの、音楽の魅力だったりとか、やっていてここがもう最高、まあ今もおっしゃってましたけど、他に何かあったりしますか？そうですね、よくといろんなところでこう音楽の力みたいな話になるんですけど、はい、実際にもう自分も50年ちょっと生きてきてて、うん、まあ、あちこちこう、まあ、体とかね、はい、まあ、ストレスがあって心理的にとかね、うんうんうん、痛むわけですよ。でもこういうのをこうギター弾いて歌ってると、うんうん、そういう時にこう自分が元気になれるんですね。あ、はい、自分自身が。そうなんです。ということはやっぱり音楽の力ってあって、うん、多分その音楽の力で自分だけじゃなくて周りの人も元気になったりするのかなっていう思いがありますね、うんうん、だからやっぱりその音楽の力を、自分で感じるために、それで誰かにまたその力を感じ取ってもらえたらいいなと思ってずっと続けてますね。あ、自分が元気になるからこそ、はい、人にもその元気を伝えられるという、はい、あ、なんて真面目な話いや聞きたかったんですよ。 いつももう一人のね、与えるといつもスイカスイカつって終わったりするパターンがあるので、大概は今日いないですけども、はい、相方が、はい、ずっとこう滑り気味の話をしながらですね、はい、滑り具合を笑っていただくというパターンなんですが、はいはい、今日はちょっと真面目なお話をしています。そう、いや、はい、聞きたくてですね、今日は一人でお願いしますっていうそうそう話を、だってすごい龍ヶ崎とか今そうですね、口、はい、まあ、なっちゃうんですけど、今あれですよね、はい、ライブすごい本数やるんですよね。結構多いですね、はい、はい、まあ、住まいがですねちょっと茨城の県政の方なんで、はい、西部の方が多いんですけども、うん、この辺だと、まあ、この近くにもね、牛久でライブハウスありますね。あ、はい、ありますね、はい、そこに出させていただいたり、うんうん、あとは最近は龍ヶ崎のですねオクラっていうところがあるんですけども、そこで毎月第2日曜ですね、うん、の午後からになるんですけど、うん、定例会があって、そこで、まあ、ほぼ毎月のように出させてもらってます。そうなんですね。なんかフェイスブックに上がってたんですけど、すごいですよね、ライブ。数は多いですね。多いですよね。なかなか下手な鉄砲も数打ち当たらなくて。いやいやいや、だって僕よりやってんだもん。ライブ。ライブ。僕今月1ペース、多くて2。
全然多いですね。先輩めちゃくちゃ多いから。そうですよね。多い時には月に6本とか、7本とかあるときもあるよね。ほら、1週間に2本はやってる。なるほど、すごいですね。さすがに最近疲れてきたんでセーブはしてるんですけど、はい、どうしてもこうお誘いいただくの で お誘いいただくとやっぱり嬉しいですよね。で、はい、はいということで受けてですね、一生懸命出してもらいます。いやー素晴らしい。僕も負けずに弾き語りちょっとね、僕もねギターやってみたいんですよ、弾き語りで、はい、鍵盤も好きなんですけど、はい、ギター一本でさらっといって興味なく歌えるのっていいじゃないですか。そうですね、ちょっと鍵盤どう見てどう思うもね、こうなかなかねできない。鍵盤に憧れってありますけどね。あ、そうですか。いやいや、ピアノで歌ってみたいなとか思うんですけど。いやいやいや、教えます。なんかギター教えてください。わかりました。よろしくお願いします。教えられるのかな。コメント来てた。はい、はい、タカちゃんが、おいおい、まあちょっと時差がですけど、昨日中ちゃん大丈夫、0点死でしょ。会津に SL 乗りに行ったよって。あ、そう、なんかね、高橋いろいろなんか旅行行ってたみたいだよ。で、うん、歌舞伎堂さんが、いや、ゆずちゃんたちが頑張っているのであまりコメント連投で時間割くのは悪いかな、うん、子供がいないのに参加できないとか。ここから、太陽さんが、はいはい、増田さんの弾き語りってことで、うん、先ほどの登場ですね、素敵でしたね。小山さん、高ちゃん、高ちゃん、誰だか分かりました。ありがとうございます。増田さん、お世話になってます。お世話になってます。金蔵さん、泣けるストーカーの歌ってなってますね。の増田さんの歌、めっちゃいいって高ちゃんがです。 ありがとうございます。ありがとうございます。はい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 、はい、どうぞ。歌ね、歌っていただいたしね、うん、ちょっとこっちも押してた部分があるんですけど、あっという間にね、徐々にお時間が近づいてきてるんですよ、はい、早いんですけど、はい、で、どうしようかな、牛久ってどうですか、はい、軽く印象でいいですか、うん、はい、ね、美味しいものがいっぱいあるっていう印象があります。あ、さっきもちょっとね、あったと思うんですけど、はいはいはい、まあ、この近くにある美味しいお芋のスイーツ、うん、あ、はい、あそこ芋センサーですね。そうですね、よかったんですね。大丈夫です、大丈夫です。あと、フェイスブックなんかで結構つながってる、はい、方の投稿を見るとやっぱ美味しそうなものがいっぱい出てるんで、うんうん、うん、なんかその、まあ、グルメにとっては最高な街かなっていう、そういう印象があります。のんべえにとっても最高の街ですよ。やっぱりそうですね、飲み屋さん多いんでね、素敵な街でございます。はい、飲みはいや、ね、お酒が全然ダメなんですよ。あ、そうなんですね。シラフでこんなことやってるって結構すごいですよ。いや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 、お酒がダメなんでどうしても食べる方を中心に見ちゃうんですけど、やっぱりそういうなんかグルメっていう感じがありますよね。でもやっぱり牛久だからワインも触れなきゃいけなかったのかな。すみません、飲めないです。いや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 、飲めないのはしょうがないです。はい、確かに美味しいも多いですね。そうですね、そうですね、いろいろ食べ歩きたい。そうですね、はい、今後の展望は食べ歩きたいでいいよ。あ、そうですね、はい。決めちゃダメですか、はい、食べ歩きます。どんなラインしてるか告知とかでも。あ、はい、ありました。今月は、23日に、県政の方なんですけども、はい、境町のサウンドイン芦部というライブハウスで芦部祭りというイベントがあります。そこに祭り林出てます。あ、はい、それと12月の6日がやっぱり同じ場所なんですけども、はい、アコースティックナイトということで、うん、弾き語りのライブをやる予定です。あと多分年明けまでいろいろあるんですけども、フェイスブック等で、してますので、ぜひご覧になってみてください。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあ本気の展望みたいな野望みたいなのありますか。あ、そうですね、東京でもう一回歌いたい。あ、東京 で実は最初にここにチャンミオ TV に出させてもらった後に、はい、お誘いいただいて東京で一回歌わせてもらって、集客がなかったんで、それ以降はもうこれになるんですけども難しいですけど、恵比寿の方ですね、はい、あれ、ぜひまた歌いたいです。あ、いけんじゃないですか、ね、よろしくお願いします。もうね、僕もついて緊張します。あ、よろしく。じゃあ鍵盤とギターの弾き方、あ、いいですね、いいですね、入れてありますか、はい、よろしくお願いします。騒ぎっぱなしって4つ目のユニットね。4つ目のユニット、はい、やりますか。よろしくお願いします。あっという間にね、お時間がね、ほんと来ちゃってますね。もっと歌いたら、もう一曲ぐらい ね1分ぐらいになります。いや、ないと思います。1分ぐらいないですか、さらっと。まだ1分ぐらいなら大丈夫なんです。また近々呼んでください。あ、はい、よろしくお願いします。それで大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫ですか。あとはライブで。あ、そうですね、お聞かせしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。コメントは大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、ではですね、一回提供さんご紹介してまた戻っていきたい。一緒に一回提供さん行きたいと思います。チャンミオ TV は
旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、牛久駅前活発化実行委員会様の提供でお届けしました。はいはい、はい、戻ってまいりました。はい、スポンサーさん見てね、美味しそうだ、こういうとこ美味しい、期待そうだな、よくフェイスブックで見かける。あー、なお名前なんで、いや、美味しいですよ、はい、ぜひ連れてってくださいはい、割り勘でいいですか。あ、いいですよ、もちろん、はい、割り勘でいいですか。はい、逆に怒らなくていいんですね。あ、大丈夫、大丈夫です、あの、大丈夫、割り勘でいいですか、はい、あ、そう、あと恒例の言葉っていうの忘れてました。ライブ来た方にチャミオ TV 見たで、ええ、チャンヒレ TV でもいいですけど、はい、相方のトメさんの、長々とした語りをお聞かせいたします。いいの、これはありの、言わない、ありです、危険じゃないです。うん、アンコールでね、あの、空気がいいって言われるんで、お楽しみください。なるほど、はい、ぜひ、あの、トーク聞きたい方はですね、チャンミュー TV を見た、もしくはチャンヒレ、ちゃんと見たね、ちゃんと見じゃないね、ヒルトミ TV を見たね、はい、はい、2人来ているのなら、ぜひぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。はいはい、てなわけでですね、あっという間にもうお時間でございます。で、締めの言葉はいまいちね、覚えてないんだけど締めたいと思いますね。今日もですね、チャンヒレ TV 見てくださって、コメントくださって、皆様ありがとうございました。というわけでですね、また明日お会いしましょう。また明日もね、何かいろんなことが起きるはずだよね。皆さん、また明日も楽しみにしてきてください。それではまた明日、バイバイ。